どうもよろしくお願いいたします。自分大阪に住んでたことがあるんですけどね、大阪やたらバナナが落ちてるんですよね。でバナナが結構滑りますから危ないんですよね。なんだよもうマリオカートとかやってんのかと思ったら、その後ろからマリオカートバーンって通ったんですね。でね、ね、まあね、あとあれもありますよね。あの電気屋行ったら電気屋のとお客さんが揉めてるんですよね。お前とこでなラジオ買ったけどな、阪神タイガースが勝てねえだろうが、なん電気屋に言われてもしょうがねえだろうっていう話なんですけど、まあ電気屋でも電気屋さんで、とりあえずバッテリーをどうにかしてみます。うまいこと言わなくていいんだよ電気屋さんも。 あとうまいことで思い出しましたけど、喫茶店行ったんですよね。喫茶店大阪でしたら揉めてるんですよね、おじさんと。揉めてはない、すいません、ちょっとごちゃになりました。あの おばさんが話してるんですよね。静かな喫茶店とかいいじゃない、あ今度そこ行きましょう。じゃあ調べておくわね。静かな喫茶店、あら反応しないのね。静かな喫茶店、あら反応しない。静かな喫茶店、まあ、それを聞いてた隣のおじさん、あんたらのおらん店や。面白いですね。あと結構その時も学生芸人なんだけど、フリーでその時に、同期に、まあ今やってるかわかんないですけど、めちゃくちゃ尖ってるやつがいたんですよね。俺はやっぱ大阪の芸人だから、喋りで天下取ったるら。おー、やっぱ芸人らしいなと思ったんですけど、で、そいつに好きな芸人誰って聞いたら、ガーマルチョバさんって答えました。やっぱお笑い分かってんな。ありがとうございました。